はい、こんにちは、団長です。今日は2020年9月の28日の月曜日ですね。今日もいつもの通り団長ニュースをお送りしていきたいと思います。はい、ではまず日経平均ですね。はい、東京株式市場で日経平均株価は続伸し、前週末比307円高の 23,511 円62銭で終えたということです。14日以来2週間ぶりの高水準ということで、今日はですね、9月末の配当権利付き最終売買日にあたり、配当再投資に絡んだ先物買いが入るとの期待から引けにかけて上げ幅を広げたということです。日本時間28日の米国株式指数の先物が堅調だったことも買いを促したということですが、はい、早速チャートの方を見てみましょう。チャートですね、まあこういった形でいつも通りのボックス相場の圏内という形でしょうか。少し別のチャートで見てみましょう。はい、こちらのチャートです。今ピンクの線の間のボックスの中にいるというような形になってまして、今日がこの陽線ですね。今日がこの陽線をつけたということです。先週末から比べてかなりやはりですね、上昇したという形になってはいるんですが、やはり前の高値はまだ抜けてないというところです。はい、この株価のところですね、明日非常に重要になってくるかなと思います。節目の 23,600 円を超えると、次このですね、24,000円が見えてくると、次のステージですね、このステージの動きでなるかなと思いますね。やはり今下から紫、青、緑、赤のパンパカパンの中なので、強いかなとは思うんですが、何かニュースがなければこのピンクの線ですね、価格の節目 23,600 円を超えていってくれるかなと期待したいと思います。はい、ということで今日は、上昇銘柄ですね。先週の、団長ニュースに続けてなんですが、なかなかいいエントリーポイントが出てきたような銘柄がありましたので、そちらの方を何点かピックアップさせていただきました。はい、では早速個別銘柄に移っていきましょう。はい、最初の銘柄です。最初の銘柄は8001の伊藤忠商事ですね。伊藤忠商事は、先週の団長ニュースでも取り上げさせていただいたんですが、ここですね、押し目買いがなってくると面白いかというところで、ニュース取り上げさせていただいてたと思います。はい、それで、先週の金曜日の時点でまだ赤と緑の上に株価があったので、これ今週非常に重要なポイントかなと思いました。はい、ここですね、一旦上昇してきて、ここですね、8月の31日に、バフェットさんのニュースが入ってきて、その後一気に上昇しました。でその後ですね、ずっと価格調整局面に入ってたんですが、おそらくここで押し目買いが入ってくるだろうということで、ずっと団長は見張っている銘柄になっています。この銘柄ですね、これ金曜日の時点でこういった形で高値ですね、ここ並んでしまってたんですが、今日しっかり抜けてきたというところで、今日の時点でしっかりとした下半身つきまして、赤と緑が間もなくクロスして、もう一度ですね、パンパカパンに戻ろうかというところまで来てます。下から数えて1,2,3,4,5 というところで、引き続きですね、この前の高値をトライしてきていってほしいなと考えているような銘柄になります。はい、次の銘柄行ってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は8604の野村ホールディングスですね。野村ホールディングスは、土曜日の、団長ニュースの方でお送りさせていただきました。土曜日の時点なので、この金曜日ですね、この金曜日の価格で団長ニュースの方を上げているんですが、やはりここですね、紫の100日線に当たってその後陽線つけたので、一旦ここで下落が止まったかなと、100日線にサポートされたかなということで、来週ですね、今週、陽線がつけば買いのポイントになってくるかなということで、団長ニュースを上げさせていただいてます。で今日ですね、しっかり陽線がつきましたので、これでやはりですね、トレンド完全に転換一度したかなというような局面になっているかと思います。まだ赤の5日線が、これ下向いてますので、下半身という形にはなってませんが、一旦トレンドは転換したのかなというところで、打診買いしてもいいようなポイントになってきてると思います。はい、では次の銘柄行ってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は住友林業ですね。住友林業はいい形になってきました。ここからですね、ずっとパンパカパンでいまして、一旦ここ調整局面入りました。でこれが1回目、でもう一度上がってまた調整局面入ってたんですが、今日ですね、しっかりとした下半身をつけたという形になってます。ここのですね、いいポイントとしては、緑と赤がこれですね、完全にひっつく前の物別れですね。
がしっかりと出たというところでしょうか。これは次ここの前の高値ですね、ここのポイントをしっかり抜けてくるとさらに長いような上昇傾向に入ってきてくれるかなと期待したいような銘柄です。一応週足見てみましょう。週足で見てみますと先週の時点でこういった形ですね、下から数えて1週2、3、4、5、6、7、8、9、9週が終わっている状況で今ですね10週目に入ってきているというところです。週足のポイントとしてはここですね、このポイント、これが緑と青がしっかり紫を今抜こうとしていると、抜いてきてますねこれね。今週しっかりとした陽線がつけばこれ抜くという形になってくるかと思います。この局面でいけば20日周線の方が角度が高いので、これは必ずですね、青の60周線を抜いてくるといったところになると、週足でもしっかりとしたパンパカパンになってくるというような局面ですので、やはり今日のこの陽線というのは非常に大きなポイントなのかなと考えております。はい、住友林業についてはですね、引き続き、毎日見ていきたいような銘柄になりましたので、今日ご案内させていただきました。はい、では次の銘柄行ってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は漢方生命ですね、7181になります。これもですね、ずっと上昇してきてパンパカパンでした。先週の団長の、団長ニュースでもお送りさせていただいていると思うんですが、これですね、金曜日の時点で陰線はつけているものの、ここで陽線つければ下半身つくかなということで、今日ですね、しっかり、陽線をつけて、下半身になってきたと。パンパカパンですね。今またパンパカパンになっているというような状況になっておるかと思います。週足で見てみますと、はい、こちら週足ですね。やはり紫と青の間に入ってますので、少し注意が必要なポイントになってくるかとは思います。下から数えて1週目、2、3、4、5、6、7、8、9、10週目ですね。やはり10週目というところに来てますので、先ほどの銘柄と同じように、少し緊張感がある銘柄かとは思いますが、このパンパカパンの形ですね、やはり下半身つけたので、まずは打診買いしてみたいようなポイントになってくるかと思います。はい、では次の銘柄行ってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は9064のヤマトホールディングスですね。ヤマトホールディングスは団長の追跡中の動画ですね。追跡中の方で毎日観察している銘柄になります。ここですね、今日しっかり2800円超えてきました。これが先週の金曜日の時点ですね。今ヤマトを復活してますね、完全に。下から数えて1、2、3、4、5、6、7、8というところまで来て、今ですね2800円を抜いてきたというところです。このポイントとしてはこの前の高値ですね、前の高値に今揃い始めてますので、この時点が高値がですね2859円で、今日の終値が2838円ということなので、あと約20円を超えたら前の高値を超えるというところなので、そこからのエントリーでも面白いかなと思います。ただし下から数えて1、2、3、4、5、6、7、8というところですので、やはり相場先生の9の法則をしっかり守ろうとすると、ここは手を出さない方がいいような局面ともなってくるかと思います。はい、では次の銘柄行ってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は日野自動車ですね。こちらも団長の追跡中動画でお送りさせていただいてます。これですね、上から1、2、3、4、5、6、7、8、9というところで9日下落しました。で、今上から紫、青、緑、赤の逆パンパカパンになってますので、一旦株熟成の相場先生のトレード方式であればここが手締まいかなと考えます。で、この後ですね、この650円の節目を超えたこの陽線がある程度上がってった後にもう一度こけるところ、もう一度逆パンパカパンのままこける陰線をつけたところで、再度ですね売りでエントリーしていくのが面白いかなと考えております。はい、こちら週足です。週足で見ますと紫、青、緑、赤のしっかりとした逆パンパカパンですので、やはりどこかでこけてもらったところを売りでエントリーして、この局面ですね、この局面をしっかり戦っていきたいなと考えています。前の安値ですね、この600円のところがありますので、これを抜けてしまうとさらにですね、このコロナショックの時、このところまで下落してくるかなとも考えております。はい、では次の銘柄行ってみましょう。はい、次の銘柄です。次の銘柄は4911の資生堂ですね。
資生堂は今紫、青、赤、緑といった形になってますね。昨日の団長ニュースでも取り上げさせていただいたんですが、今日ですね、これしっかりとした陰線つけるかなと思ったんですが、やはり日経平均に少し連動する形で軽い陽線をつけたというところです。ただし日経平均の上げに比べて資生堂の上げというのは非常に少なかったですね。団長も少ないと感じました。ということでこれ引き続き売り目線で見ていってもいいかなと思います。団長はやはりこの6000円をポイントとしてですね、この6000円を割ったところでのエントリーになるかなと考えています。はい、資生堂なかなか面白い局面に来てますので、こちらは団長の追跡中銘柄にエントリーしていきたいと思います。はい、以上が2020年9月の28日月曜日の団長ニュースとなりました。引き続きですね、やはりまだボックスの中にいますので完全に上昇傾向になったとは言い難いとは思うんですが、やはりですね、こういったしっかりとした下半身をつけてくると、買い目線になりたいなというような考えが出てくるかと思います。これですね、明日しっかりと抜けてきてくれると、上昇傾向に入ってくるかと思いますので、引き続き、毎日ですね、日経平均注視が必要かと考えております。はい、いつも最後まで聞いていただいている方、本当にありがとうございます。ぜひですね、いいねボタンやコメントなどいただけると本当に団長のモチベーションになりますので、ぜひともよろしくお願いします。はい、最後までご視聴ありがとうございました。